ワレリー・ニコライエビッチ・クバソフは、ソビエト連邦の宇宙飛行士。クバソフは、ソユーズ計画において、ゲオルギー商人と共にフライトエンジニアとして、ソユーズ6号に登場し、軌道モジュール内部に設置された自動レーザー溶接装置による金属の溶接実験を行った。しかし、装置のレーザー照準が不完全であったため、軌道モジュールの船体に損傷を与え、 空気漏れ寸前となるほどの深さの穴が開いてしまっていた。彼は急いで溶接が完了した資料を回収して、機関モジュールへ退避し、地上からの指令により6号は直ちに地上へ帰還した。続くソユーズ11号では、アレクセイ・レオーノフ・ピョートル・コロデンと共に登場し、サリュート1号へ向かうことが決定していたが、X 線検査で自身の肺に、 影があったことから結核と診断され、他のメンバーと共にクルーから外されてしまった。しかし、ソユーズ11号は地上へ帰還する際に空気漏れ事故が発生、交代したクルー3名全員が死亡するという悲劇に見舞われた。彼とレオーノフ、コロディンは結果的に自分の病気に命を救われることとなった。しかも、その後の検査で結核の診断は誤診であったことが、 判明した。その後、レオーノフと共に、ソユーズ19号に登場し、さらに、インターコスモスプログラムでは、船長として、ハンガリー人のファルカシュベルタランと共に、ソユーズ36号に登場し、サリュート6号にドッキングして宇宙に、長期滞在した。また、ミール宇宙ステーションの開発にも関与していた。1993年3月に、 ソビート連邦の宇宙開発から引退し、後に RKK エネルギアの副長官となる。2014年2月19日、モスクワで死去。ありがとうございます。